雪か。道理で寒いと思ったよ。そうだよね。寒いよね。嬉しそうだな。だって、寒いってわかるなんて嬉しいんだもん。そっか。うらーバカミコー、どこ行った。私の札に落書きしてどうしてくれんだい。シーナ落ち着け、ミコは今外出しているの。じゃあ代わりにあんたが消しな。私が。うらー、えい。みんな素敵な人たちだね。ああ、私が心をなくしている間にいろんなことがあったんだね。あ、ごめんね。コレットがいなかったらあいつらとも出会えなかった。だからごめんなんて言うな。コレット、でもクラトスさんのことは、私たちのこと何度も助けてくれたよ。ロイドのことも守ってくれたよ。きっとクラトスさんはロイドのこと大切に思ってるんだよ。素敵なお父様だよね。ありがとな。大丈夫、あいつが父さんだったってこと今はもうそんなにショックじゃないんだ。え？思うんだ、クラトスにはクラトスの考えがあってユグドラシルに着いたんだって。ミコを守るために強くなりたい、お前はそう言った。あの言葉がまだお前の中で生きているならその言葉を信じればいい。今度会ったら、いや会うことになるんだろうけど、その時はあいつが何のために戦っているのかを聞いてみたい。すべてはそれからだ。大きくなったね。あ、ううん、なんでもない。ねえロイド、私今心の底からこう思えるんだ。この世界が好き、この世界を守りたいって、そう思えることがすごく嬉しいんだ。ありもしない罪をと。危ないわよ。何故奇襲攻撃を事前に報告しなかった。クルシスを、ユグドラシル様を裏切るつもりかい。安心しな、俺様はいつだって強い者の味方だ。
ナとゼロスには呆れるよね。せっかくのコレット復活パーティーが台無しだよ。まったくだわ。買い出しまで行かされて。でもコレットが元に戻ってほんとよかったね、姉さん。ええ、そうね。早くイスリアに戻ってロイドたちと遊びたいよ。誰？あ！ねえ、君、大丈夫？ねえ！この傷は。ねえ君、返事してよ、ねえってば。君は誰？僕はジーニアス。ミトス。僕は。僕の名前。Yeah.